ク室はマジックフォークス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、皆さんから結構ご質問だったりとかコメントでね、私は骨格なんとかなんですけれどもっていうようなことが結構多いんですね。そんな中でね、骨格診断ってあるじゃないですか、まあ3通り。その3通りの中でどういう風に骨格をうまく捉えて自分らしい着こなし方ができるのかっていうところをちょっと解説していきたいなと思ってます。題しまして、結果を売ってるわけでも何でもないんですけれども、その骨格診断に騙されてませんか、っていうようなのが今回の趣旨でございます。決して骨格診断はそれはそれでね、素晴らしいものなんですよ。日本人ってやっぱりね、血液型占いみたいにね、 A 型はこんな人、 B 型はこんな人、 O 型はこう、 AB 型、そうみたいなね、4つに何かを分けてそれを細かく説明されるっていうのをすごく好きだったりするんですよ。そういう意味ではね、その4つ以内でうまく人の体型をまとめて、こういう体型にはこう、こういう体型にはこうっていうのはね、本当に面白いし、いいアイデアだと思いますし、それがね、やはり皆さんにすごくやっぱりよく広まっているっていうのは、それはそれでね、もともと素晴らしいっていうふうに思うんですけれども、血液型も4つだけに当てはまるわけじゃないじゃないですか。いろんな要素があって、母型が A 型、父型が O 型、母型が B 型、父型が AB 型みたいな、いろいろなね、タイプがあるので、いろんな形で、と言われればそうねっていうところになったりとかするんですよ。急にトイロいろいろいらっしゃるので、あまり私はこれなの、この洋服が似合うの、私はこれ着ちゃいけないのっていうような考え方ではなくて、いろんな個性を生かしていろんなお洋服をこの中から似合うのよっていうのをね、ぜひともご提案したいっていうのが私たちの考え方なんです。というわけで、最後までご覧いただいて、ああよかった、面白いよと思っていただいたら、チャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。そして LINE の公式アカウントへのご登録もお待ちいたしております。いろいろな特典がありますので、ぜひお越しください。はい、それでは行ってみよう。じゃん。はい、私は骨格診断の中ではナチュラルっていう風に言われることが多いです。ただナチュラルと言いましても、ストレートさんと言われる方もお洋服も似合ったりとかする、割とパリッとしたものが似合ったりとかするようなタイプなんですね。今着ているような3番目のウェーブさんと言われる方がお似合いになるようなレーシーだったりとか、ふわっとしたものだったりとか、女っぽい雰囲気なものだったりとかっていうような、こういうものが一番不得意だったりとかするんですよ。でもいかがでしょう、もうこれ10年ぐらいかれこれ前のものなので短いじゃないですかっていうふうに思われるかもしれませんけれども、やはり私、自分に似合わないものあんまり持っていないっていうパターンが仕事で多いので、自分のタイプじゃないものだけれども似合うようにするためにはどうしたらいいっていうところで選ぶ目線っていうものを持ってるんです。どうしてこれだったらまだタイプが違うものなのに着ることが選ぶことができたのかというと、まず色が黒っていうこと、素材がちょっと透け感があるっていうものなので、より黒さっていうものを前に持っていかなっていうこと、それからレースの甘々系であっても色が黒いというところで、シックとか大人っぽいところに持っていくことができます。そのようにしてね、デザインだったりとか形、ふわっとしているものであったとしても、透け感だったりとか色味だったりとか、それからね、ちょっとこう襟の感じも直線な感じだったりとかっていうところも多少こうミックスされているような要素があるので、そこら辺がなんとかうまく、もっと似合うものあるはずなんだけど、これでもまあなんとかいいんじゃないですかっていうところに収まるわけ。そのようにね、必ずこれ私似合わないからダメ、これダメっていう風に排除してしまうんではなくて、似合うようにするためにはどうしたらいいのか、これ私が着た時に嫌な感じにならない、じゃあこれちょっとトライしてみようっていう風になると、私は素敵だと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、じゃあ今回はね、私だけじゃなくって他の骨格をお持ちの方にもいろいろとご意見、そしてやり方、方法、どういう風に似合わないものをうまく、チョイスしても自分らしく着こなしていけるのかを聞いてみたいと思います。はい、はい、じゃあ東京会の小野沢さん、小野沢先生にちょっとお話を聞いてみたいと思います。小野沢さんは体型は何ですか、骨格は。はい、ストレート。ストレート、はい、はい。ストレートさんってどんな特徴があったんでしたっけ。ストレートの方はメリハリがしっかりあって、体の厚みがあるタイプの方です。
骨格ストレートさんというのはどういうお洋服が似合いやすいんですか？はい、直線形のものだったりとか張りのあるものだったりが似合います。今日お召しのものっていうのは割と似合わない系を持ってきてねなんて話をしてたはずなんですけれど、はい、いかがでしょう？お顔に近いもので似合わないものっていうことで選んできたんですけれども、シャツでストライプなので得意の分野ではあるんですけれども、素材感がとてもしなやかな感じの素材で張りがないタイプの素材なので素材感としては苦手なものです。プラス割とそのフリルがついていたりとか首元が締めると襟高のシャツだったりっていうところが苦手なものでしたので、それをうまくこなしているところをお伝えしたいなと思ってこちらを選んできました。後ろもちょっと見せていただけます、はい、なんかリボンをね後ろに巻いているんですけど、これは前に巻く本来はものなんですよね？そうなんです。前に結ぶタイを後ろに結ぶ、うん、うん、本来であれば前に結ぶタイプ。前にもしよかったら結んでもらってもいいですか、はい、今襟を開けていただいて後ろにリボンを結んでいただいている状態なんだけれども、それを前に持って本来の付け方だとどんなのかっていうのをご覧いただこうと思います。一番上まで留めてリボンもきちんと留めるっていうのが本来の、はい、あったままのブラウスです。ちなみに今袖をまくってますけれど、袖の片方だけでいいのでどんな感じなのかっていうのをご覧いただけますでしょうか？はい、やっぱりふわっとされてるですね。はい、パフスリーブのような形をしています。はい、なんかメアリーポビンズ風な感じのそうですね、はい、はい、でそれをどちらかというと今袖を上げてるのはなぜですか？夏だということもあって、うん、暑いっていうのもあるんですけれども抜け感というか腕を出すことによって、うん、低身長のカバーにもなっています。はい、ありがとうございます。で、そちらのリボンを外して後ろで結ぶこと、そして前を開ける背筋することによって直線を生み出しているんでしょうか？はい、私の顔型に合うネックラインが V ですので、うん、V を出すためにリボンを開けて、そしてこのようにすることによってリボンが迷子になるのでいろいろと考えたところ後ろで結ぶことを思いつきまして、そのようにして着こなしております。はい、ありがとうございます。そのブラウスはタイプ的に言うとナチュラルウェーブストレートさんで言うとどういう部類のものなんでしょう？こちらはウェーブさんが得意のタイプのブラウスになります。はい、じゃあ割とこうフリルがついててやっぱふわっとしているものっていうのと、それから割とこう薄そうですね、はい、柔らかいというか張りのない素材が、はい、ウェーブさんそうです。ですが本来張りがあって厚地のもの硬い生地のものの方がお得意というところと、はい、それからストライプで直線を表す、はい、襟を開いて直線を表すっていうのが今回考えてご自身のストレートに似合うように着こなしを変えてみた。そうです、はい、ありがとうございます。ちなみに後ろも拝見してもよろしいですか？はい、こういう状態で今後ろにリボンが迷子っていう話がこれですよね。で後ろでリボンを結ばれているっていうことですね。今履かれているデニムはシーンさん先日購入しましたデニムのスカートなんですけれども、トップスのブラウスはどちらのか覚えてらっしゃいます？こちらは十数年前に古着屋さんで購入したものなのでかなり年代物を、例えば60年代とか70年代のアメリカ古着とか、うん、ヨーロッパ古着とかそういう古いのものになると思います。わかりました。じゃあちょっとブランド不明というところですね。そうです、はいはい、そのサンダルもすごく可愛いんですけれども、はい、サンダルは海外、おそらく中国か韓国系のものだと思うんですが、うん、そちらの、ウェブサイトで購入したものです。綺麗ですね、そのグリーンとブラウスの中にもグリーンが少し入ってるんですね、はい、そうなんです。色の合わせもグリーンで合わせてみました。今季トレンドのカラーでもありますので、何か言い足りないことありますか？特にはない。どこにいるんですか？はい、ありがとうございました。はい、小野沢さん、身長150センチでしたよね。そうです。150センチ、ストレートの骨格の小野沢さんでした。はい、ありがとうございます。小野沢さんは骨格診断のことも少しね、ちゃんと学ばれていらっしゃいますけれど、ご自身でどういうふうに骨格診断のことを考えてますか？骨格診断は3つに分かれるので、ファッションの知識に自信がない方でもとても分かりやすく体系化されているものだと思いますので、身近なに感じられると思います。なんですけれども、10人十色というほどその方の体型っていうのは様々ですし、3つに収めることっていうのはとても難しいなっていうふうに私
私は勉強して思いました。例えば私なんかはストレートですけれども、ナチュラルの要素も入っていたりとかして、ストレートのお洋服でも形が似合うとしても色とデザインが似合わないとしっくりこなかったりか、あとは例えばナチュラルさんが得意の麻のお洋服、ニットみたいな、はい、ざっくりニットでしたりとか、麻の例えばワンピースでしたりとか、カジュアルなもう意外と得意な色ですとものすごく似合ったりとかっていうのがありますので、違いには骨格診断のこれが似合いますよって言われてるもので提示されたものがその方に似合うっていうイコールではないなというふうに感じます。割とね、なんかあれですもんね、質問というか、私カラーはスプリングなのに骨格診断ではこれでスプリング系の可愛らしい洋服がダメですって言われるんですけど、どうしたらいいですかみたいなね。はい、そのギャップに戸惑われる方がとても多くて、それをご相談にいらっしゃる方が多いです。じゃあある意味でね、分かりやすいんだけれども骨格にはいいけれども、よりもっともっとファッションのことを自分に似合うものを知るためには、それプラスアルファっていうのはやっぱり必要だよねっていうことですよね。そうですね、カラー診断も骨格診断も顔型診断もとても楽しいものではあると思うんですけれども、全て知った後に迷われる迷子の方が多くて、その先もっと知りたいなって思われる方には逆に迷う原因になるかなっていうところを感じます。分かりました、ありがとうございます。はい、とんでもないです。いかがでしたでしょうか。骨格だけ、体型だけにこだわらず、色ももちろんそう、色だってね、はっきりした色が似合うのか、薄い色が似合うのか、それともコクのある色が似合うのか、色だけではなくてタイプももちろんそう、テイストもそう、それから肌のツヤだったりとか、輝度とかいろんな言い方とか私たちもしてますけれども、全部をこう網羅してちゃんと組み立てて考えていくっていう方が、よりその人らしく個性もちゃんと重視してその人が似合うものを提案するっていうことができると私は思って、私たちは思っているので、決して一つだけに偏って良いお洋服選ばない方が私はいいと思うんですね。マットなものの方が似合うのか、いろんなもの全てをミックスしていろんな見方を俯瞰してね、できるようになっていただいたら嬉しいなって思います。だってつまらないじゃないですか、もう私はこういう体型だからこれが絶対いいのなんて決めつけないでいただけたらすごく嬉しいと思います。というわけでね、今日のコーデなんですけれども、無印良品さんで購入しましたフレンチリネンのストレートパンツです。ストレートパンツと言いながら、これね、ワイドパンツですね、ほぼほぼ、まあ、私 XL を購入してるからっていうのもありますけれども、はい、こんな感じです。そしてね、ちょうど同じような色がデモローランドさんのオリジナルなんですけれども、はい、数年前に購入しましたニットのボックスですね、コットンとアセテートのニットです。そしてシューズはシーンさんのスポさん、そして肩に巻いているのはもうだいぶくたびれてきてありますけれど、セオリーの白いセーターです。というわけでね、ぜひ皆さんも一つだけにこだわらず、いろんな見方をしていただけたら嬉しく思います。はい、それでは試着室はマジックフォックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンをいただけるととっても嬉しいです。それでは次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。